続いての勝負は子供に人気なのは誰だ。アイドルは老若男女に愛されなければならないということで、メンバーにですね先生的な役になって子供たちと触れ合ってもらいます。はい、子供たちはね3歳から7歳の子供たち20人と一緒にお絵かきとかお遊戯とかですね、それぞれのチームで考えていただいたもので子供たちと触れ合ってもらいます。で、最終的にどのメンバーが良かったかを子供たちに判断してもらうという企画になっています。怖いですね。で、1位のチームには50ポイント、2位のチームには30ポイント、3位が10ポイント、4位が0ポイントというふうになってますね。それでは各チームの代表者を紹介していきたいと思います。まず、イルミネーションスターズが、はい、私、近藤と、ミネラです。イエーイ。アルストロメリアが、はい。柴咲と黒木です。頑張るぞ。はい、続いて放課後クライマックスガールズが、はいはい、私コールド丸岡です。はい、そして最後にアンティーカが、はい、菅沼と、はい、なるみです。よろしくお願いします。はい、頑張ってください。早速ですね、教室にいる子どもの様子を見てみたいと思いますのでお願いします。うわー、かわいい。この子たちと一緒に遊んでもらいます。どんなことを子どもたちに披露するかを考えなきゃいけないので、先生たちは事前にこの企画をやることを知ってたんだよね。実はね、実はね。じゃあ早速ですね、はい、くじ引きで順番を決めていきたいと思いますので、じゃあ各チームの代表者の方、確認する。せーの、はい、はい、おお、じゃあ一斉に、じゃあみんなカメラに、はい、一斉に見せてもらいましょうか。いくよ、せーの、ドン。3番、4番。はい、1番目がイルミネーションスターズの2人となりましたが、はい、2人はどんなことを考えてきたんですか。イルミネチームは粘土を使って動物を作って、はい、みんなで作った動物を集めて粘土の動物園を。そうなんです。じゃあ早速ね、イルミネの2人にはスタンバイしてもらいましょう。で、お二人スタンバイです。次はアンティーカの2人、2人はどんなことを考えてきたんですか。はい、私たちはですね、新聞じゃんけんというものを考えてきまして、じゃんけんをして負けた人がどんどんこう新聞紙を折られていくんですね。で、折られて乗れなくなったら負けというゲームですよ。結構ドキドキシューティング。面白いと聞いたね。じゃあ3番目がアルストロメリアの2人は、はい、私たちは、だるまさんの一日っていうのをやります、はい、だるまさんが転んだの、はいはい、転んだの部分をちょっと別のものに変えて、なんか笑ったとか本を読んだとか、そういうだるまさんの一日をみんなに表現してもらう、振り返った時に泣いてもらったりとか笑ったりとかをします。はい、じゃあ最後に放課後クライマックスガールズのお二人はどんなことを考えてきましたか。はい、我々はですね、お絵かき、なんだっけ、お絵かきヒーローショー。お絵かきヒーローショーをやってます。ちょっと自信を聞かれる前に自信をなくしてしまったんですけど、私たち放課後クライマックスガールズがですね、もうアイドルのみんながヒーローショーで遊んだりするので、うん、私たちも得意なお絵かきを使って得意なヒーローショーをしたいと思います。じゃあね、みんなもスタンバイがあると思いますので、はい、じゃあ頑張ってきてください。はい、いってらっしゃい。